皆さんこんにちは。時は令和4年4月15日、西明石駅の11番乗り場に来ています。この日乗車したのはのぞみ80号、1日1本のみ西明石から出ている新幹線です。だいたい10分前の5時50分ぐらいにホームに上がったんですが、すでに列車が入線していました。のぞみ号東京行き、西明石駅でこの表示を見れるのはこののぞみ80号のみになります。この日は前方の13号車に乗車しました。早朝の新幹線ということでほぼ貸し切り状態です。6時1分定刻に西明石駅を出発しました。西明石駅の周辺は結構マンションが立ち並んでいます。明石市自体が近年住みやすいという定評があって人口が増えています。長かった神戸トンネルを抜けるとすぐ新神戸駅に到着しました。新神戸駅には多くの人が並んでいまして、のぞみ80号は早朝の新神戸需要を狙ったものと思われます。じゃあ新神戸始発にすればいいんじゃないかと思われるかもしれませんが、新神戸駅は2面2線で待避設備がありませんので、夜間列車を止め置くことができないので西明石始発にしたものと思われます。窓の向こうはこの六甲山地の緑が見えています。新神戸駅の裏手を少し登ったところに鉄道唱歌で歌われている布引きの滝というものがあり、週末はそういう登山客も新神戸駅にも集まっています。そんな新神戸駅に到着しました。のぞみ80号は6時9分定刻通り新神戸駅を出発しました。新神戸駅を出発してすぐに六甲トンネルに突入します。六甲トンネルは 16,250m の長いトンネルです。長い六甲トンネルを抜けて向こう側を渡ります。
西宮市に入りました。列車は稲川、そして神崎川の合流地点に差し掛かりました。この神崎川は兵庫県と大阪府の県境になっています。ここからは大阪府に入りました。6時22分、帝国通り新大阪駅の27番乗り場に到着しました。6時24分、帝国2分の停車をもって新大阪駅を出発します。2分間の停車の後に JR 西日本から JR 東海へ乗務員の交代が行われました。大阪モノレールの線路を越えると JR 東海鳥ヶ井車両基地の前を通ります。鳥ヶ井車両基地は東海道新幹線と大阪側の拠点である巨大な車両基地です。阪急京都線が近づいてきました。阪急京都線とは神巻から大山崎駅までを並走します。京都を代表する一級河川の桂川を渡ります。桂川を越えたあたりから東海道本線と合流します。まもなく京都に到着です。烏丸口の大きな駅舎が見えてくると京都駅に入線していきます。
手前の大きなビルは近鉄京都駅の駅舎です。京都駅に到着しました。この日2回目の虹が見えました。1日に虹を何回も見れるというのは縁起がいいですね。滋賀県のローカル私鉄近江鉄道と並走しています。以前車で撮影に行ったことはあったんですけど、近江鉄道自体に乗ったことっていうのはまだないんで、まだ機会があれば乗ってみたいなと思っています。西明石駅から初の通過駅、米原駅を通過しました。関ヶ原付近を走行中、3度目の虹を見ることができました。関ヶ原の山並みの緑と相まって非常に美しかったです。のぞみ80号がすでに岐阜県に入り、木曽山線の一つ目、揖斐川を渡ります。岐阜羽島が近づいてくると、パナソニック旧三洋電機のソーラーアークが見えてきました。そして木曽山線の2つ目、長良川を渡ります。岐阜羽島駅を通過しました。岐阜羽島では光634号を追い越しました。名鉄羽島線が岐阜羽島からの唯一のアクセスとなっています。岐阜羽島を通過してしばらくすると名神高速道路と並走します。どちらも日本の高度経済成長を象徴する日本のインフラです。名神高速の羽島パーキングエリアは本線と新幹線の隙間にある狭いパーキングエリアです。そして名神高速と並走しながら木曽山線3つ目の木曽川を渡ります。木曽川は岐阜県と愛知県の県境となっています。まもなく名古屋に到着をいたします。14番線の到着、お出口は右側です。
JR 東海の主力電車313系とすれ違いました。回送電車のようですね。そして名古屋駅の14番線に入線しました。名古屋駅は2面4線のホーム構造で、外側の14番線、17番線が本線という構造になっています。内側の15番線、16番線は名古屋の車両基地につながっています。名古屋駅は在来線ホームと高さが同じですので、在来線の車両が見えやすくなっています。奥の中央線ホームには最新の315系が停車していました。そして7時12分、定刻通り名古屋駅に到着いたしました。315系が発車していきました。これから中央線を通って中津川方面に向かっていきます。7時12分定刻、315系の出発を見送ってから名古屋駅を出発します。ここから神奈川県の新横浜まで約1時間ノンストップ走行が始まります。リニア鉄道館のある金城埠頭までを結ぶ青波線のホームが見えてきました。名鉄2200系は日本一カオスと呼ばれる地下の名鉄名古屋駅に入っていってます。名鉄名古屋駅を含めて名鉄という鉄道会社は非常に面白い会社です。列車は三河安城、豊橋を順調に通過し、静岡県に入り浜名湖に差し掛かりました。浜名湖は海水と淡水が混じる汽水湖で、うなぎの養殖が有名です。浜名湖を渡ります。この部分なんですけど、東海道新幹線、東海道本線、そして道路2本が、並行して渡っています。江戸時代の旧東海道は浜名湖は渡し船を用いて往来していました。浜名湖には島がありまして、その中の弁天島を新幹線は通過していきます。浜松工場までの引き込み線が離れていきました。この先には新幹線唯一の踏切があります。浜松駅を通過しました。列車は旧東海道では難所の一つであった大井川を渡ります。大井川はリニア中央新幹線の建設問題においても有名になっています。安倍川を渡ると間もなく静岡を通過します。
静岡駅を通過しました。のぞみは通過するんですけど、静岡市自体は70万人の大都市です。静岡駅を通過すると静岡車両区の横を通ります。車両基地を横から見るのってなかなかいいですよね。新丹那トンネルを抜けると間もなく熱海駅を通過します。新幹線は急カーブのため185キロまで減速します。東海道新幹線のカーブの最上半径は2500メートルと決まっているのですが、この熱海駅周辺のカーブに関しては1500メートルとかなりきついカーブになっています。熱海駅を通過します。熱海駅も新神戸駅と同様対比線がありませんので、ここら辺のダイヤの管理はすごいシビアになっています。2008年から全列車が停車するようになり、駅の北側は高いビルが並んでいる大都会になってきています。ちょうど JR 横浜線の東神奈川方面の列車が入ってきました。横浜線は横浜の中心部までのアクセス路線となっています。そして8時32分、帝国通り新横浜駅に停車しました。東海地方を越えていよいよ首都圏に到達です。新横浜駅を出発しました。新横浜を越えると次は品川、東京と残りはもう東京都の駅になります。同じ関東圏の新横浜まで来るといよいよまあ新幹線の旅も終わりに近づいてきたなという実感が湧きます。
番線の到着、お出口は左側です。品川駅でお降りのお客様、お忘れ物をなさいませんようお気をつけください。品川を出ますと、7分ほどで終点の東京に到着をいたします。お降り間違いございませんようご注意ください。ありがとうございました。品川です。お出口は左側です。We are stopping at 品川ステーション。The door on the left side will open。Stop at 品川、および東京ターミナル。Thank you。品川駅が近づいてきました。臨海線とクロスしてその後に山手線が合流してきます。品川駅に入線しました。東海道新幹線の品川駅は2008年に開業した比較的に新しい駅です。品川駅は主要な駅なんですけども、上りはあと東京しかなく利用者はほとんどいないので駅のホームは閑散としています。8時34分、帝国通り、最後の停車駅、品川に到着しました。のぞみ80号は最後の停車駅、品川駅を発車しました。そして品川駅を発車すると、2020年に開業した高輪ゲートウェイ駅、そして、東京までの運行を終えたサンライズ、出雲、瀬戸がまた次の運用に備えて、休んでいました。高輪ゲートウェイ駅の周辺は JR 東日本が再開発を行うということなので、これからサンライズの車両がどこに留置されていくのかっていうのは少し気になるところですね。 E657 系特急日立号とすれ違います。今まで日立号は上野発着だったんですけど、2015年に東京上野ラインが開業したと同時に品川発着になりました。そのことで東海道新幹線とは東京駅や品川駅ですぐ乗り換えができることや、品川駅まで通じると京浜急行経由で羽田空港へのアクセスも向上するということで、非常に便利になったのではないかなと思います。京浜東北線の E233 系とすれ違います。
必ずお子様と手をつないでお降りいただきますようご協力をお願いいたします。長時間のマスク着用などによる感染症対策にご協力いただきましてありがとうございます。この先もどうぞお気をつけてお過ごしください。ウェアストッピングは東京ターミナルザドアトライサイドウィルオープン駅保有線が東海道新幹線で、この先ポイント通過のため列車が揺れる場合がございます。私のお客様はお近くの手すりなどにお勤まりください。東京駅の隣の有楽町付近を通過中です。東京駅の信号待ちのためかなり減速をして運転していました。この東京駅の付近では在来線に抜かされるような速度で走っていることというのは結構あるそうです。そしてこの有楽町駅付近を通過している時に見えてきた上がガラス張りのところが東京国際フォーラムです。去年の紅白歌合戦の会場としても使用されました。そしてのぞみ80号は東京駅の14番線に入線していきます。隣には E2 系やまびこ号が停車していました。始発の西明石駅から2時間50分9時51分の定刻をもって終点東京駅に到着しました。この日は富士山が見えなかったっていうのは一つ、残念な点だったんですけども、まあ、虹が2回見えたり、あといろんな列車があの車窓から見えたのがすごい良かったですね。そして私はこの後東京紀尾井町の倫理研究所紀尾井制度というところに行っておりました。何が見たかったかっていうと、東日本大震災の時に有名になった陸前高田市の奇跡の一本松、その根っこがちょうどそこで展示されているということだったので見てきました。この展示なんですけど、令和5年2月9日まで展示される予定で、事前申し込みをすれば会員ではなくても無料で入れるそうです。まあ、最後は少しお知らせっぽくなってしまいましたけど、これで今回ののぞみ85西明石から東京までの動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。